力、プリキュアを応援してくれるみんなの力があればきっと。みんな、お願い、力を貸してください。みんなで二人を起こすのです。マナー、アリスと大きな声で叫んでください。いきますよ、せーの、アリス。スピー、こちらもさっきの二人のように恐怖の子守歌で永遠の眠りにつかせてやれ。実行中。ねん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 。あんなところに気持ちよさそうな僕とどの。ねんねん。もっとパワーを上げろ。ねん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 。でもふかふかのお布団でぐっすりと眠ったら、あー、ダメ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 。なかなかしぶといな。こうなったらフルパワー。ねん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 。もう耐えられない。おやすみなさい。じいこ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 。よし、やつやった。二人とも眠ってはいけません。誰だ。お前がまだいたか。あなたの思い通りにはさせません。うるさい。自己中、そいつもまとめて眠らせてしまえ。実行。ねえねえ、
くっさこれでは子守唄が通用しないではないか。ん？待てよ、耳を塞いでいるということは両手が使えない。ならば攻撃するなら今だ。てやーはっほりゃーはーそりゃーどりゃーてやーたーお前たち甘いんだよ。戦いはここ頭を使うんだよ。さあ今こそ最大のチャンス、やれジートチュー。所詮こんなものか。いや、もしかしたらお前たちあと2人の仲間が助けに来るなんて思ってるんじゃないだろうな。残念でした。あいつら2人は今頃ぐうぐう眠ってここに来ることは絶対にない。私たちはここにいる。この声はみんな遅くなってごめんなさい。お前たちも全員ボッコボコにしてやる。行くぞ、行こう。